カブルカンは、モンゴル部ボルジギン氏モンゴル国の初代官。トンビナイセチェンの子で、クトラカンの父。チンギスハーンの曽祖,祖父にあたる、現朝筆詞では、カブルカハン、終詞では、カブル、ハン、原詞では、クズフリツカンと表記される。また、近代に記録される、ゴーラ廃極列もまたカブルカンの別名であると、見られている。 カブルカンの子孫はモンゴル古伝承にちなんで、キャンという種族名を名乗って、多くの種族集団を作り、結束して、キアトと称した。とんびないセチェンが亡くなると、ムツオのカブルカンが後を継いだ。モンゴル騎士では、カブルカンが初めて、アマネキ、モンゴルをすべたと記されており、これに基づきモンゴル国の歴史学者ダらイラは、カブルカン以後のモンゴル部のことを、カムクモンゴルウルスと表現する。 ある時、カブルカンは、妻のカラルクの兄弟であるサインテキンが病気になったので、これを治すために、タタル部族のチャルキルノドイという名のカムを招いた。しかし、その不術も虚しくサインテキンが亡くなったので、サインテキンの一族はそのカムを追いかけて殺してしまう。これ以降モンゴル部族とタタル部族との間に敵対心が生まれ、多年にわたって慢性的に戦闘。 略奪が行われるようになった。カブルカンが金朝に調考した時、波外れた食欲の旺盛さで皇帝を驚かし、またある日、酒に酔って身の程を忘れて皇帝の髭に手を伸ばしたことがあった。酔いから覚めたカブルカンは皇帝に自分の処罰を坊たが皇帝はただ笑うだけで斜面の世を示すために帰国することを許し、手厚い賜物を与えた。しかし、 カブルが出発してすぐ後に、緊張の皇帝は、帝神の横島の震源に動かされて、急死を派遣して、帰還を命じたが、拒絶されたため、緊張の死者は彼を逮捕しようとした。しかし、カブル官は巧みにこれを逃れて、自分の住地に帰り、そこへ追跡してきた金朝の役人たちを、自分の奴隷に命じて殺させた。また、中国の死書には1140年代に、 ゴーラ廃局列の率いる猛骨国が金朝に侵攻し、これを防ぐことのできなかった、金朝がやむなく和議を結んだことが記されている。金朝は、西平川江北の27条を割上し、毎年牛、羊、米、等を与えることを訳し、さらに、かぶる館を猛骨国主として作法した。この時に、ゴーラ廃局列は、素厳皇帝を自称し、 天根教と改元したとされるが、このゴーラ廃墟列こそがカブルカンに相当すると考えられている。カブルカンは全モンゴル人をすべた。カブルカンは遺言で、自分の7人の子供ではなく、戦軍ビルゲの子で、またいとこのアンバガイを後継者に指名して亡くなった。アンバガイはカブルカンの後を継いで、第2代館となり、全モンゴルを滑ることになった。カブルカンの子は7人いる。 村上1970、65から66、村上1970、P60 ただし、現代モンゴル語では、カムクは、ハマグに転化しており、ダライ氏も正確には、ハマグモンゴルウルスと表現しているサグチ百八十九 P27 市も二千十三 p 二十一から二十二サグチ百六十八 p 十七大金国史高等七年、 ゼド氏、猛骨国兵、初、立物草、奇中、その子勝家かと君者、立その父子かきべい藩、与え猛骨通。骨実の三しなり、自称中原諸教上肘運で八万うちの、連年不能かつ。高等の六年八月、福塚い、商法女め、与え幸和か割り西平川江北二十七段歳与えの、都市井牛羊兵等。 かつさつその州長ゴーラ廃局、列、ためもはほこイタリゼ氏は、都市い圧んただしゴーラ廃局、列事象、祖弦皇帝、改元天京。大金傭兵連年、卒布のうち、ただし県政兵、文、四所洋外時間村上1970、60、おキンとは、娘のい。ラシー・ドッティーンによると、彼は、 丸顔で少女のように美しかったので、そう名付けられたという。また、彼は、時のモンゴル国の王者アンバガイカンと共に、タタル部族に図られて捕らえられ、金国に手渡されて、木馬に釘打ちの刑に処されたという。この系統は後に、キアトジュルキン氏集団を形成した。村上1970、61チンギス、カンチの祖父にあたり、その子孫は、 数多くのキア都市集団を形成した。村上1970-61クトクトゥとはターキットすなわち、吉祥を持てる者の意で、トゥルクゴノクトゥルガンマ村上1970-61クランとは、現在、紅葉と呼ばれる夕日詰め類のモンゴル名。鉄鋼録には、コツラン八都市とあり、かつ、諸子と見える。村上1970-62 これと同じ人物が、アンバガイ館の10人の子の中にも見えるが、それは別人である。村上1970、62、都度園とは、ズボンの紐の意で、よく罰子に見られるな。また、オッチ人は、トュルク語で、ヒ、チュで、ロの主の意を持ち、罰子につけられるな。これは、罰子が、父の死後、母と共にその財産を相続する際に、父の家屋、家財、 最小を受け継ぐところから、各名付けられたもの。しかし、家督権や、再試験などはむしろ長子の相続するところであった。この都え縁なる人物の名も、下段と同様に、アンバ外観の10人の子の中に見える人物、村上1970、62村上1970、P59 から62、ありがとうございます。